はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は放置少女11月5日アップデート放送をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、本日ですね、夜かなロビーが更新されましたので、早速見ていきましょう。まずはラッキー割引、期間限定イベント開設中、また開設してないけど開設中、毎日ランダム6から9割引でレアアイテムを購入するチャンスをゲット、レアアイテムが恋文、ラッキースター券、10時間高速戦闘券、5時間高速戦闘券、覚醒弾、副将訓練書、宝石券、潜入育成弾、絆の水引き、花の水引き、まあこれアバターと、まあ、純粋な MR の水引きですね。で、参加券、縁結びのお守りということで、期間が11月5日金曜日12時から11月8日月曜日23時59分となっております。まあこれいつものタヌキのやつかな。うん、タヌキのやつをデイリーで、6から9割引き、まあ宝くじくじ引きを引くんですけど、まあその出た割引の数字で、レアアイテムが、まあ、割引されますよと。そしてここに関しては、まあ、後で出てくるとは思いますが、小石という単位を、単位通貨、まあ、通貨を使いますんで、まあ、原宝ではなく、まあ、小石っていうところが、まあ、注意必要かなと思いますね。そして、一朝一夕大吉祭ということで、まあ、これなんか新しい感じになってますね。一朝一夕は、まあ、今まであったイベントですけど、大吉祭っていうのは初めてかな。ランダムで 40-80% の元宝が獲得可能。イベント期間中は毎日必ず大吉が出現。期間内に初回元宝購入時のみ倍率により特別ボーナスをゲットできます。期間が11月5日金曜日12時から11月8日月曜日23時59分となっております。ということで、まあこれ大吉だから75% とか 80% が常に固定で、まあ固定ではないけど、まあ上の方の数字がもうほぼ絶対出るっていう形なのかな。まあなので、まあここで課金して、このボーナスで、どん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 元宝を増やしている人にとっては、まあ嬉しいイベントなのかなと思いますね。やっぱり一朝一夕の方が、まあ願い返しよりもたくさん返って、まあもちろんお金を投入している分たくさん、返ってくるだろうしというところで、まあ運営さんもね、こういう新しいイベントを打ち出してきたのかなと思います。そして、軍令ですね。イベント開始後、15日間内に日常任務を完成し、活躍度を累積すると、豊富な報酬がゲットできます。さらに、高級報酬を解除すると、もっと豪華な報酬が待っていますということで、一般報酬が5時間高速戦闘券 ×6 と2時間高速戦闘券 ×10、高級報酬が元宝2800、覚醒弾 ×100 となってますね。期間が11月5日金曜日12時から11月18日木曜日23時59分となっています。まあこちらはいつもの軍令かな。まあデイリーの日常任務達成、完成させて活躍度を累積して、一般報酬ですね。まあ全部行くと5時間高速戦闘券 ×6、2時間高速戦闘券 ×10 と、まあさらに課金して元宝2800、覚醒弾100も狙えますよというイベントになってますね。そして、今回初めてのMR アバになるのかな。まあこれ噂では出てましたけどね、ワルキューレということで、ワルキューレシリーズの、アバターになります。ホログラフィックゲームワルキューレにログイン、ワルキューレリボクは余裕を持って戦略を立てていますということで、こちら期間が11月5日金曜日、12時から11月11日木曜日23時59分となっておりますということで、もう一個ゲーム画面出しまして、ちょっとリボク見ましょうか。ということで、リボクが、まあ、かなり初期の方の純粋な MR 戦キャラクターとなってますね。ここになるんで、まあ、基本的に順番通り並んでいるので、リボクは6番目、まあ、そうですね、UR 戦、純粋な UR 戦では6番目に出たキャラクターとなっています。そしてまあスキル的にはもうだいぶシンプルになってて、今の環境じゃちょっと厳しいかなっていうところなんですが、まあ UR 戦だとね、まあ範囲攻撃の、まあ最大 840% のダメージと、で HP が低いほど、まあ敵の HP が低いほどダメージが高くなるって感じですね。で4ターンの間、自身が雷害状態になり、防御力が 160% 増加、攻撃された時 80% の確率で1ターンの間敵をめまい状態にさせるということで、まあ、かなり火力は低くなっております。まあもちろんね、まあ、今の環境と比べたらまあかわいそうなので、まあ、初期の方の副将なので、まあ、これが MR になってどうなるかっていうところですよね。
で、スキル2が、まあ面白いんですよね、これがね。HP パーセンテージが最も低い敵に 1000% の物理ダメージを与えると。これ一体攻撃なんですよね。ただし 1000% 出ますよと。そして攻撃前、自身がめまい状態、攻撃前、敵がめまい状態の場合、自身がめまい状態だったら動けないもんね。敵がめまい状態の場合、ダメージが倍になりますと。ということで、まあ、スキル1の雷害を使って、まあ、この子だけで完結させるのであれば、まあ、雷害を使って、相手に、攻撃してもらってと。めまいになったら、そいつを狙った時にダメージ倍になりますよと。で、さらに自身が有益状態の場合、有益状態が1つ多いごとに、このスキルを1回追加発動する。追加発動は3回までということで、まあ、自分自身ではまず雷害に入れるので、この雷害で追加発動が1回、つきますよと。あとは味方のサポートなどなどで、まあ、3回までは、追加発動できますよっていうスキルになっています。まあ、なので、もう最大4回攻撃になって、まあ、ダメージ倍が全部入れば 8000% のダメージになると。まあ、当時はね、まあ、これがロマン砲と言われて、なかなか、ね、この当時はもう 8000% なんてかなりの数字ですから、まあ、なので、ロマン砲と言われて、まあ、使ってた方もいると思います。まあ、この子がね、まあ、どういった感じで強化されていくのかですね。ということで、まず、ネタバレになっているところから行きましょう。まず、雷害聖護、これが確定しております。うん、前回のアップデートでね、ネタバレとしてここに追加、ヘルプに追加された、まあ、雷害の聖護なので、間違いなく、李牧につきます。防御力が増加、変わりませんね。会心攻撃された時、ダメージが減少。まあ、これがつきます。会心ダメージの耐性がつきます。これはね、大きいと思いますよ。やっぱ会心攻撃、結構な確率で出してくるキャラクターが増えたので、まあ、ここを耐性、減少させるのは大きいかなと。そして攻撃された時、一定の確率で、これ気になりますね、一定の確率で。これ 80% から伸びなかったらちょっと嫌ですね。一定の確率で相手をめまい状態にさせると。まあ、なので、まあ、聖護になったからって追加されたのが、まあ、この会心でクリティカルダメージ耐性ですね。まあ、ここが追加されたというところ。まあ、あとは変わらないのかなと。まあ、もちろん防御力アップの数字だったりとか、まあ、一定の確率でこの 80%、今だと 80% ですけど、まあ、それも伸びる可能性はもちろんありますよね。そしてもう一つ。ここかな、罪悪状態のところになりますが、ここですね。めまい罪悪というのも前回のアップデートで、追加された部分になります。まあ、こちらが、まあ、もちろん雷害ですよね。で、攻撃された時に、めまいになるっていう効果があるんで、そのめまい効果が罪悪になりますよってことですね。攻撃ができなくなり、回避値が減少。これちょっと微妙かなと思うんですけど、まあ、攻撃ができなくなるのは、まあ、もともとめまいであったものとなって、で、こう、回避値が減少ですね。まあ、この回避値ね、まあ、もちろん、この攻撃ができなくなりっていう部分がめまいは強すぎるので、まあそこまで強い負荷効果っていうのはつきませんでしたが、まあ回避値が一応減少しますよってことですね。まああとは罪悪になることによって消されにくくなったと、まあ消せる副傷が限られてるんで、まあ消されにくくなったってことですね。まあそれが大きいのは大きいですね。うん。まあ、なので、めまい罪悪はほぼほぼ何も変わってないと思ったイメージでいいと思います。回避値の減少はなかなか分かりづらいですからね。まあ、あとは罪悪になったことで消されにくくなったっていうところがメリットかなと思います。まあ、それがまず2つ、つきますよね、絶対ね。まあ、あとこれどう強化してくるかですよね。スキル1が範囲攻撃なので、これしっかり強化してあげないと、うん、もうこの範囲攻撃で使えなくなってしまいます。で、最近のやり方で言うのであれば、スキル1はないのか、スキル2でダメージ倍がこれ3倍になったりっていうのは可能性ありますよね。まあ誰かがなってましたんで。なので、ダメージ倍ではなく3倍。これで可能性あると思います。3倍になればね、今のままの 1000% だとしても 3000×、4回攻撃、12000% になるので、ロマン砲としてはかなり、それだけでも、うん、面白くなるのかなと。まああとはいかにこのロマン砲を成功させやすくしてあげるための強化が運営さんにできるかどうかですね。まあ、あとはスキル2がいくら強くなっても耐えられなきゃ意味がないので、まあ、パッシブの4番目ですよね。まあ、ここどうしてくるのかと、まあ、スキル1をある程度強くしてあげないと、結局はスキル1が弱いままだと、いくらスキル2が面白くなったとしても使えないので、やっぱスキル1がどれだけ強くなるか。まあ、ここが焦点かな。僕はここが焦点だと思います。うん、まあ、もちろん、めまいが罪悪になるだろうし、この雷害も、聖護になるでしょう。まあ、あとは本当火力ですよね。まあ、それがどこまで、まあ伸ばしてもらえるのか、アバターになったからって。まあそこが全てかなと思います。スキルにはね、まあなかなか面白いロマン砲に絶対してくると思うんですよ。運営さんの今までの流れ的に。となるとやっぱスキル1がどんだけ強くなるかですね。これ明日楽しみにしたいと思います。
ということで次行きましょう。そしてこちらですね、食べる寝る釣り対抗棒は再びここに戻ってきた。あー、もう始まったのですかということで、期間が11月5日金曜日12時から11月11日木曜日23時59分となっておりますということで、まあこれ合わせてカラー版見せましょう。まずはワルキューレですね、ワルキューレのリボクとなっております。まあこれは王戦か、王戦と同じシリーズの、ワルキューレアバですね。そして、こちら、対抗棒となっております。対抗棒もね、ボス戦に関して言えばかなり面白いキャラクターなので、まあ今は UR 戦を取る時代ではないとは思いますが、扇以外でね。なので、まあ今回はこっちかな。まあリボクがどうなっていくかっていうところに注目が集まるのかなと思います。対抗棒は扇欲しい人はね、もちろん取って全然大丈夫かなと思います。そしてハッピーギフト。1回購入すると原宝180、2時間高速戦闘券がかける2、新章交換券がかける3が7日間毎日もらえますと。期間が11月5日金曜日12時から11月11日木曜日23時59分となっています。そして、栄華銀月。先ほど言いました、小石パックが2つ来てますね。まあ、ここで、原宝かな、原宝じゃないのか。普通にお金かなを、小石に変えてと。まあ、ここで小石を、スペシャル交換のところかな。まあ、違うね。タヌキのやつで、書いてあるか。ラッキー割引で、使うっていう感じですね。まあ、もちろんスペシャル交換の方でも使えるんですけど、まあ、あっちはちょっと換金率が悪いので、このラッキー割引で使っていくのがいいのかなと思います。そして、花の水引きが、パックが2つ来てて、まあ、これ、花の水引きは MR アバターのガチャイベントで使用可能なので、まあ、こちらで、購入してから、ガチャを引くと多少安く引けますよと。まあ、もちろんね、MR アバターガチャなので、花の水引きですよね、がもらえるので、まあ、多少お金がかかるっていうか、多少原宝が、MR か、純粋な MR と比べると、絆の数が多くなってしまうので、UR と比べるとね、UR 線と比べるとね、なので、まあ、そこはちょっとアバターは我慢して、まあ原宝を使うしかないのかなというところですね。そして神髄タンパック、まあこれは MR が来るので神髄タンパックも引き続き販売ですね。まああとは大丈夫かな。はい、ということで、まあ今回はやっぱりワルキューレ、リボクアバですね。まあこちらが最大の楽しみなのかなと思います。やっぱりね、まあ僕は毎回言いますけど、まあ強いキャラをアバ化するよりも一個戻って、まあこの辺ですよね。まあ、花嫁になっている八鬼は別として、まあ、愚鬼だったりとか、幸運だったりとか、まあ、音声になりましたね。連覇とか、まあ、李牧、劉邦とかね。この辺コラボですもんね。あとは、服部半蔵は、まあ、比較的まだ、強い方ではありますが、まあ、宮本武蔵とかね、今再販来ている水郷とか、盲点なんかもっと早く MR になってもおかしくない。まあ、あと、こっちで言えば、いや、まあ、花嫁大丈夫。まあ、甲冑、関羽、ホレンシー、今川義元とかね。まあ、劉備は今でも十分強いんで、あれとしても、まあ、張飛、馬長、武将の方ですよね。曹操とかね。この辺、袁紹とかも、まあ、早めにアバター化してあげて、今の環境に追いつけるようにしてあげた方が僕はいいとは思うんですけどね。まあ、なぜかね、関心とか来ちゃうからね。関心ね、もうそれなりに強いのに、ここで、MR になっちゃったんで、まあ、伸びしろも、まあ、少しだけになってちょっとかわいそうでしたよね。まあ、なので、まあ、僕の望みで言うのであれば、希望を言うのであれば、やっぱり初期の方に発売というか、まあ、実装された UR 戦キャラクターたちを中心に、やっぱ MR 化してあげてほしいなと思います。はい、ということで、チャンネルの登録、Twitter のフォローなど、ぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつです。